労働安全衛生規則第13条より、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における、業務騒音は、典型なな公害の一つであり、人の健康及び、生活環境に影響を及ぼす。騒音は、不快で好ましくない音を言うが、主観的な面があることは否めないと考えられている。例えば、オックスフォード英語辞典では、騒音の定義について、 望ましくない音と説明している。また、騒音問題を国際的に扱う際には、騒音の語義が持つニュアンスが、諸言語においてわずかずつ異なることが問題となる。騒音規制の法律には、公衆を上覧する特定の音を発する行為を、規制するタイプと、音の物理的な特性に基づいて、騒音評価方法とその基準値を定めて規制するタイプがある。前者は、 騒音の量的測定が可能になる以前から存在する伝統的な騒音問題への対処方法であり、大まかな世論を含んだ質的な規制と言える。後者は一定以上の大きい音イコール騒音という量的な評価に基づくが、日本の国立環境研究所の調査では、音量に関わりなく望ましくない音は騒音として苦情の対象となり得る。激しい騒音は人体、 特に聴力に損傷を与える。労働安全衛生の場では、医学的検知から20世紀後半より世界各地で騒音に対する量的基準が制定されている。また、交通騒音などの環境騒音についても、環境性睡眠障害や心疾患等の罹患率、有病率の上昇が認められることから、世界保健機関及び風、欧州事務局がガイドラインを定めている。 騒音公害は、発生源の種類等によって、工場、事業場騒音、建設作業騒音、自動車騒音、鉄道騒音、航空機騒音、その他に分類される。また、自動車騒音、鉄道騒音、航空機騒音などは、交通騒音とも分類される。工場、事業所騒音、建設作業騒音、生活騒音など、 交通騒音以外の騒音を環境騒音と分類している例が見受けられる。しかし、国際的には住民が影響を受けるような騒音はすべて環境騒音であり、騒音職場での騒音と区別されている。建設工事現場に設置された騒音、振動表示器自動車、鉄道、航空機などから発生する騒音。航空機騒音をめぐる主な事件。 裁判家出な飛行場に近い道の駅家出なに設置された騒音系鉄道騒音をめぐる主な事件。裁判工場、事業場内の機械や装置、工場敷地内を走行する自動車や作業車両から発生する騒音建設作業に用いる機械や建設機材、建設作業場内を走行する自動車や作業車両から発生する騒音近隣騒音とは営業騒音。 テレビ、音響機器等、事業所や家庭における空調設備などを屋外に設置される機器による騒音など蒸気以外の騒音である。営業騒音店舗や住宅街における商業宣伝の拡声器使用について、1989年の旧環境庁の通達により、各都道府県に条例によって音量や使用方法の規制が設けられている。近年、 住宅街を巡回する廃品回収者や移動販売者が増加していることから、拡声紀にかかる騒音苦情の件数が増加傾向にあり、2009年度には前年比27.7%増と急増している。生活騒音東京都環境局では、生活騒音として次の5つを分類している。近年では保育所や幼稚園、小学校など幼児、 児童を預かる施設に対して子供の声がうるさいなどの苦情が近隣住民から寄せられることが増えており、中には裁判にまで及ぶ事例もある。ドイツでも子供の声が騒音だと問題になったが2011年5月26日、ドイツ連邦議会において連邦意味資温防止法を改正案乳幼児、児童保育施設及び児童遊戯施設から発生する。 子供の騒音への特権付与を可決した。これ以前にもベルリン市など自治体レベルで同様の条例が可決している。2015年3月27日、東京都議会は子供の声を都の騒音条例の数値規制の対象から外す東京都環境確保条例改正案を全会一致で可決した。近隣騒音をめぐる主な事件。 裁判警視庁の騒音測定者とない桜田通り、河原家坂付近にて低周波音は 200Hz あるいは 100Hz 以下の低い周波数帯域の音である。環境省は 100Hz 以下を低周波音としているが、国によっては 200Hz 以下としており、国際的な定義はない。低周波音の成分が卓越する騒音の場合、中高周波数帯域が卓越する騒音よりも、 様々な住民影響が大きくなるため、より厳しい基準値が必要とされている。成人の過長周波数範囲の加減とされる 20Hz 以下の音は超低周波音と国際的に定義されている。ただし、20Hz 以下の音でも高い音圧レベルでは、人は近くできる。また、上半期間列暇症候群のように内耳に障害を持つ場合、 低周波帯域の近く特性は、県上人よりも高感度となる。東北新幹線の低周波影響においても、2014年3月のダイヤ改正により、E5 新幹線、E6 新幹線の最高速度が時速3 2 0トルの17両による走行以降から、宮城県大崎市古川の古川駅が新幹線の最寄り駅となる住人により、JR 東日本に 生活に支障をきたすようになったと球場による騒音対策が求められる報道が2017年9月になされた。住民からは夜の走行において走行に地響きが著しく卓上のコップの水が大きく揺れるとダイヤ改正以前にはなかった現象から来ている。宮城県庁の調査でも70デシベルを超える値が出ていたものの JR 東日本側は 音源対策だけで70デシベル以下の騒音の環境基準をクリアするのは困難として75デシベルの基準で通す方針であった。2ヶ月後の同年12月における低周波の結果では高架橋から4メートルの民家2軒のうちの1軒で屋外101デシベル、屋内93デシベルと比較的大きな値が出ている。これは給湯器など固定音源に適用される 低周波の参照値を超えており、住人代表の世話人からは、低周波の影響も考えられることが分かった。引き続き原則運転を求めていきたいと述べている。また、大崎市議会議員の横山悦子からも、低周波確認を言及している。2019年3月5日には、東北新幹線に対する騒音、振動を今度試験走行する試験車両に対しても、 要求を求めている。街頭区間に吸音板を取り付けた騒音対策工事は実施したものの平均値として1.6デシベルしか減少していない。上に住民からの振動の改善は実感がないとしている。同月20日には宮城県大崎市でデータを取りまとめる計画である。道路における騒音計測騒音は音の大きさに関する人聴覚の周波数特性を 禁似した周波数をもみずきに基づいて音圧レベルを補正した騒音レベルで計測評価されることが多い。騒音レベルの単位はデシベル。かつては単位に本も用いられていたが、日本では計量法により1997年9月30日に廃止された。ほとんどの騒音は時間変動するため、変動する騒音レベルを何らかの方法で代表する方法が、 採用されている。騒音にかかる環境基準では変動騒音のエネルギー平均値である10日騒音レベルは1999年に環境騒音ガイドラインを公表し交通騒音に起因する心疾患について言及している。欧州風事務局は2009年に欧州夜間騒音ガイドライン、2011年に環境騒音による疾病負荷を公表している。 日本では、騒音郊外は、環境基本法により、大気汚染、水質を抱く、土壌汚染、振動、地盤沈下、悪臭とともに典型7郊外に含まれている。2014年度には、総務省郊外等調整委員会による郊外苦情調査において、件数が大気汚染を抜いて、最多事例となった。ただし、 公害当調政委員会による苦情件数の集計は、自治体に届いた苦情が対象であり、警察が対応した苦情は含まれていない。また、同一発生源に対する苦情は一件として集計されており、我が国での騒音苦情の総数を反映していない。例えば、航空機騒音に対する苦情件数は、毎年300件程度とされているが、 厚木海軍飛行場への苦情件数だけで毎年5000件程度の騒音苦情が神奈川県内自治体に寄せられている。また、騒音規制法では特定施設を使用する事業場や特定建設作業に規制基準が自動車騒音には要請限度が設定されている。騒音障害防止のため耳当てを着用している風力発電施設の設置をめぐっては 騒音による鳥類の生息環境の悪化、騒音による鳥類の餌資源の逃避、減少への対策が課題となっている。ありがとうございます。